いたします。四ツ谷ウォーカーしのぶアクションでございます。よろしくお願いします。お相手は私、ふみつきしのぶことしのとだっちゃんとさつきたにしとかめと佐々木美沙です。よろしくお願いいたします。そんなわけで今回はですね、始発待ちウォーカー第4夜第4夜でございます。第4夜だよ。突っ込んで欲しかった。さあ、ね、いよいよね、いよいよ4回目に突入でございます。さあ、企画の趣旨のおさらい。踏みつきしのぶが終電を逃します。そして始発まで夜道を散策します、はい、その映像報告会となっております。さあ、そんなわけでですね、あの前回から線香花火くんさんがですね、いいよ、よし、出ていただきまして、二人での、旅が続いております。さあ、そんなわけで始発待ちウォーカーご覧ください。どうぞ。さあ、そんなわけでですね、こちら山手線の始発終点でもある JR 大崎駅が今回のスタートでございます。電光掲示板も真っ黒。あ、そうなるよね。そうなる。何にも書かれてないんですよ。そんな夜でございます。ということで、今回第4夜ということで、大崎駅からスタートでございます。じゃーん。これなんかこんななんか書いてある。片手でやってるから難しいんですけど、まあそういうわけで、今日はまあこのまま五反田とか目黒とかあっちの方に攻めていきたいなと思うんですが、はい、あいにくのちょっと悪天候なんですね。そうですね。天気悪いですね。そしたら途中で、うん、飲みましょう。もう雨宿りに、ね、雨宿りね。それでなるかも、またなんかいいお店とか見つかったら、まあ、チェーン店とか、うん、小型チェーン店だったらぜひ入りたいなと思いますんで、はい、それで、いろいろね、また記録に残せたらなんか人は湧くんじゃないかなと。見てる皆さん人は湧くよと。なるほど。びっくりするかもね。というわけで、始発待ちウォーカー第4夜スタートです。出発進行。さあ、そんなわけで、寝言を言いながらスタートする大崎駅でございます。寝言、はい、まあそんなところですね。なんか眠らない街です。線香さん大丈夫？いや、線香さんは大丈夫。線香さんは大丈夫。なんであのカット入れたの今。まあ、はい、駅前ね、はい、JR 大崎駅の西口側にはちょこちょこっとお店はあるよと。まあ、まあ、ね、そう、ディニーズですよ。ディニーズのなんか怖いもんなし、ポツンとあります。網みたいなってなったのかね。まあまあ、ちょっと網の向こうにね、あるっていうね。いいね。伝えたかった。伝えたかった。みんなに伝えたかったの。わかるわかる。もうね、なんか線香さんばっかり。線香さんがいいですよ。そう、ちょっと歩いたらもう大崎広小路。ここ大崎広小路駅です。あ、池上線なんだ。はい、結構歩いたね。そんなわけですよ。行くと、まあ、でちょっと歩くともう五反田エリア。あ、結構近いんだ。すぐそこです。もうものの10分で五反田着いちゃう。24時間回んないよね。はい、24時間の吉野家もありますし、吉野家さんがあって、あといるの、あ、いるんだ。はい、あとはこれ、こちらですよ。モスさん、モスさんも食べた。まあ一体ないんですけど、カラオケもあるよ。まあ一通り夜通しできる、そういうお店はいっぱいありますよ。五反田に行っちゃいましょう。五反田おすすめいたします。五反田行っちゃいましょうね。大崎マニア。いやいや、まあそんなわけでですね、大崎で終電を逃したら、まあ五反田行っちゃえばいいんじゃないなっていう話なんですけど、まあそんなわけで皆さんにちょっとした質問がここでございます。まあ、さあ、大崎駅で皆さん始発待ちをしたことはまあ当然あると思うんですけど。ないよ。あ、ない、ないの。しなよ。まあ、まあ、じゃあ、まあね、まあ、大崎駅から五反田駅がまあ近いっていうこと皆さんご存知でしたか。うん、知らなかった。知らないでしょ。あるってことありますか、うん、なんだよ。知ってんのかよ。うん、ごめん、適当に振ってた。どうですかね。いや、駅前はすごいよね。五反田駅前は結構。そうなんですよ。五反田駅前はもう、ね、そう、居酒屋が特に多くて。美味しいね、あの、モナの。モナの。あ、気づいちゃいました。気づいちゃいました。実は今回そこの前を素通りしてます。来たー。線香さんと泊まったわけではないの。泊まらねえよ。あんた浮気。ウォーカーですから、僕ら歩いてるから泊まらないの。あ、なるほどね。
ね、そうなんですよ。でも写真は撮られた。いやいや撮られてないし、あのこの後すぐ通る通りがまさにそのホテルの通りですね。はい。あ、まあ、路線沿いね。あと50秒で出てくる映像がまさにそうなんですけど、なんかつなげてまあそこ素通りしてしまうとね、あれなんで、なんだなんだお前はお前何様だよお前、ちょ頑張って喋るよお前も喋ってるよ、俺頑張って盛り上げようとしてるのなんだよそれオナじゃねえよお前まず喋れよ、なんで喧嘩始めたのオナすごいよね、取られてないんだ。だからもうその話はいいの、大崎から五反田まで近いかったので、その辺で何か何かいいスポットないのって話をしてるの。モダモダじゃないの、ホテル泊まったらいいじゃん。え、どうしゃべる、泊まったらいいじゃんじゃねえよね、もう中盤戦に行く時間です。やった、はい、中盤戦行きましょう。